日本が誇る五輪2連覇中のアイスプリンスを襲った試練は、世界でも衝撃ニュースとして伝えられている。右足関節靭帯損傷のため、11月12日に開幕するグランプリ GP シリーズ第4戦の NHK 杯を欠場すると発表した羽生 ANA。かねてよりクワッドアクセル4回転半ジャンプへの挑戦を公言していたが、五輪イヤーの初戦を前に痛い離脱を強いられた。日本のプリンスに起きたアクシデントは、海を越えた地でも話題となっている。その試練を伝えた一人が、米熟練記者のフィリップ・ハーシュ氏だ。NHK 杯欠場を受け、同氏はグローブ・トロッターメディアで、11月26から28日にロシアのソチで開催される GP シリーズ最終戦のロシア杯は出場リストに載っているが、ファイナルのことを考えると、この大会からも撤退するのは驚きではないと綴った。4年前の平昌五輪を控えた NHK 杯でも、公式練習中に今回と同じ箇所を負傷していた。それでも懸命なリハビリの末、なんとか大会に間に合わせ2連覇の偉業を成し遂げている。そんな過去を踏まえ、12月下旬の全日本選手権を欠場しても、日本スケート連盟が羽生に五輪出場権を与えないのは考えにくいと伝える。そしてハーシュ記者は、今回の離脱による懸念事項をこう記した。負傷する羽生の最も悲しいところは、最後のシーズンとなるかもしれないことだ。スケートファンにとって、彼の卓越した才能と、自身を向上させスポーツを発展させたいと願う彼を、称賛する機会が減る今や、日本の至宝の早期復帰を、世界中のファンが願う。氷上で披露する芸術的なパフォーマンスが待ち遠しい。三浦義雄、挑んで、見て、学んで、フリーで4回転ループ投入 NHK 杯12日開幕フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第4戦 NHK 杯は12日。東京国立代々木競技場で開幕する。男子の三浦義雄、目黒日大校は11日。会場で公式練習を行い、オンラインで取材に応じた。ジュニアが主戦場の16歳がシニアの強豪に挑む。自分はチャレンジャーなので、できることを尽くしてお兄さんたちに挑んでいって、見て学んでという風にしていきたいと気合十分だ。大技の4回転ループも感覚は悪くないので、フリーで入れる予定という。憧れの羽生 ANA は欠場となったが、こういった大きな舞台で、宇野選手とか、颯太くんとか、他にも海外の選手がいて、テレビで見ているような選手たちと滑ることができるのを幸せに思って滑りたいと闘志を高めた。男子ショートプログラム SP は12日午後7時4分に始まる。